チャンネル登録者21万人気持ちいい。いややりましたよ、やりましたよ、ついにね。皆さん気づきました？私ね、捨て上げチャンネルのチャンネル登録者がですね、なんと2年ぶり3年ぶりくらいですかにね、21万人あね、悲願の、ね、21万人に返り咲きましたよ。いやもうね、これ歴史的快挙よ。悪いけど、あ、ね、昨今ね、YouTuber がね、オワコン化してきてね、登録者が減少したりね、再生回数が減少してきてる、ね、雑魚どもが多い中、返り咲いたよ。復活のコードギアス、復活のルルーシ。やっぱね、本当に実力のある人間っていうのはね、どんなにオワコンになってもね、必ず復活できるんですよ。いや、これはすごいことよ。そう、ね、ほんとここ、2020年、21年、22年くらい、社会人編というね、もう奇跡のね、超大作、社会人編がね、終わってからあたり、もう死んでたやん、俺。ね、需要のないね、なんかポケモンのゲーム実況とかをね、このメインチャンネルでね、やったりね、ピクミンとかなんかスーパーマリオ60とかでね、キッズのね、ほんとね、全く興味のないね、ことをやり続け、オナニーをし続けてね、もう1万人くらい減らしたんだよね、20万人切るか、切らないかくらいまで行ったんだよ。でもね、改心したんです。心をね、入れ直して、ね、あ、これはいかんと。YouTube ってのはね、自分の好きなことをやる場所じゃないと、オナニーの場じゃないと。ね、YouTube ってのは、ね、何度も言うけど、好きなことで生きていくとかね、舐めた CM 言えね、打ってたけど、ね、それはね、違うんですよ。まあ、厳密に言うとね、半分合ってんだけど、半分違くて、ね、好きなことで生きていくっていうのはね、結構深い意味がありましてね、自分の好きなことで生きていくんじゃないんだよ。視聴者のキッズの好きな動画を出して生きていくっていうね、そういう意味なんですよ。だからね、もうね、プライド捨ててね、本当はね、今日もね、ね、ゴミみたいなタコ踊りしたじゃん、さっきあそこで。ね、タコ踊りしてさ、外でさ、だるいけどさ、本当俺引きこもりだから、家から出たくないのね、しかも今日なんて。くっそ暑いしさ、何度だと思ってんだよ。37度とか6度だぞ。くっそ暑い中さ、わざわざさ、外出てさ、やりたくもないですよ。そんな、正直言って。気持ちいいとかいうね、ゴミみたいなタイトルもつけたくないんですよ。気づいた人いると思うんだけど、僕の昔の動画、なんかいろいろさ、花火気持ちいいとか、雨気持ちいいとか、なんかいっぱい気持ちいいシリーズあったじゃん。くっさい。でもそのタイトルから気持ちええをね、ほとんど消してたんですよね。気持ち悪いから。で、なんかあまりにも俺のね、カリスマ性に惹かれてね、それを真似するさ、きっしょいやつらが、大量に量産されたからさ、ちょっと前に。なんか俺がさ、教祖だと思われたくないじゃん。なんか俺が元祖だと思われたらさ、なんか嫌だから、消したのね。でもね、やっぱりね、そういうね、なんか自分のこだわりとかね、プライドみたいなのはね、いらないんですよ。だからもう最近ね、なんだっけ、ビッグモーター気持ちええとかね、ビッグモーター過去本社気持ちええとか、なんかさ、懲りずにさ、何回もさ、同じネタすってさ、キッズにこびてんじゃん。でもそれでええねん、それでいいんです。YouTube ってのはね、趣味でやる分には別ですけど、本当に趣味でやってる分には好きにね、動画撮りゃそれはいいだろうけどね、お金稼ぐために、生活するためにね、やっていくってなったら、そんなね、自分のね、なんかこだわりとか自我を出しちゃいけないんですね、本当に。そういうやつらね、全員終わってるんだよ、本当に。ことごとくね、もうおわこになってるのね、そういうやつらって。いきなりなんか自分のなんか色を出すというか、なんか今までやってたこととね、全然違うことをやりだすみたいな、そういうやつって本当に終わってるじゃん。ね、俺が言えた話じゃないけど、みんななんかさ、どん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 ね、再生回数下がったりさ、登録者下がったりしてるやん。でもね、気持ちはわかるんだけどね、本当にね、ずっとやってると、途中でなんかね、もうなんか嫌になってくるんだよね。なんで俺こんな動画撮んなきゃいけないのみたいな。なんか寒みたいな。こんなのやりたくねえな、みたいな。みんな思ってると思うんだよね。でもね、その葛藤にね、どれだけね、耐えられるか。そういう職業やで、YouTube ってのは。
俺だってあんなね、何度も言うけどあんな高踊りねやりたくないんだそんな。てかあのもうバリエーションないし、何度も何度もね、ここ最近ね、あの T カス M キアとかでね、YouTuber にね脅されて、ね、やってんだけどね、あなんかあの俺が外で動画撮ったらレスパチャを投げるってね約束したのにもかかわらずまともに投げない、あのね、あいやちょっとあの詐欺師って言おうとしたけど危ない危ないから、ね、ちょっとあそこの 家柄っていうか家系やばいからね、あんまり行っちゃうとね、あの本当あいつ自身はね大したことないんだけど、雑魚なんだけど、あの裏にいるねちょっとあのやばいね、まあ、なんかあいつの生みの親がねちょっと危ないから、うん、とかそもそも俺多分あいつの生みの親がさ俺のさ過去とかね、過去のさまあ国のトップオブトップに喧嘩売って定額になった事件とかもしね見たら発狂するんじゃないか。そんなやつと、ね、自分の息子がねなんか動画上でねなんか気持ち悪いねやり取りしてるって大丈夫なのっての俺思いますけど、本当にいつもまあそんなのどうでもいいや。そうね、やりたくもないよな、もうねやりすぎて、ね、外で気候やりすぎてもう動きのバリエーションがねえんだよ、レパートリーがねえんだよ。腰振るかカズダンスするか、なんかなんか進撃の巨人の貴公子みたいなね気象や歩き方するか、なんか規制発するかしかないんですよ。もう動きのバリエーションこれからちょっと勉強してね増やしていかなきゃいけないから、だるいんだよ正直。そりゃそうじゃん、何回もねこんな何度も何度もさね同じようなことやってたらさなくなるわ。でもやっぱなんかキッズはねいいぞ捨て上げが帰ってきたみたいな、あもうこれ全盛期だろとかなんかね知ったようなねなんか決裁コメント書いてるやつとか結構いてね、まあ、外で動画撮るのいいぞとかなんかね評論家気取りのねなんかね舐めたねガキどもが多いんだけどね、まあでもそれで、まあ、それで喜んでくれるんだったらやりますよ。ああまあお金かからんし正直、まあ交通費とかはねちょっとかかるかもしれんけど、まあ俺ドケチだから結構な距離ねチャリンコで移動してきたりするし、そうまあ編集とかしないからね、まあ基本的にうわ蚊に刺されてうわかゆいわうざいわこういうのもあるから嫌なんだ外でどんどん、基本的に編集ないしね、まああんま人多いところでやるとねモザイクかけなきゃいけなくなるから、まあ、だるいから嫌なんだけどね。そうまあモザイクっつってもね、うん、そうモザイクをかけないようにねこうやって今の俺移動してんだけど今ね人がね通ったんですよ、後ろに通ったんだよね人が。そう、はい、ね、コース取りして、ね、ポジショニングしてねおなどりして、はい、なるべく人が映らないようにやってんの、はあね、めんどくさいからモザイクかけんの、はあね、だから迷惑のねかからない範囲でそんなね迷惑行為したらね面白いのなんて当たり前なんだよ、まあ、面白いというかなんか迷惑行為したら、ね、数字取れるなんて当たり前なんですよ。過激なことなんてねみんなやりたがらないからね、まあ、希少価値が高いからね、うん、まあそれは当たり前なんですよ。だから僕はねあんまりねそういうまあ、外では動画撮りますよ、外では動画撮るけど、うん、ちょっとねそこらのね迷惑だねあのやつらとはちょっと一線を画して、うん、やっていきたいと思いますね、うん、本当に、うん、やっぱりね正々堂々勝負しなきゃ、ルールの範囲内でね、ヒカキンさんも言ってたよ、ルールの範囲内でね、数字ん、なんか俺の電話鳴ってねえか、大丈夫、もうやべえよ、こういうこともあるか、外ロケってのはね、誰だよ、誰だよ、ああ、ちょっと待った、ああ、じゃあちょっと、どうしよう。ちょっと、ちょっとやばいよ、ちょっと、ちょっと終わるわ、うん、いかん、これ、そう、ちょっと終わるわ、これはいかんわ、終わります、まあ、ちょっと何、まあ、ちょっと電話切れちゃったからいいや、話すけど、ぐだぐだだけど、そう、外で動画撮るのね、これ、ずっと続くと思うなよ、俺、気づいてる人いるかもしれないけど、冬になるとね、ピタリと家から出なくなるから、そう、マジで、本当に、寒いの苦手なのね、本当に、暑いのはね、まあ、かなりいけるんだけど、寒いの無理なんですよ、そう、だから、
あのまあせいぜいあれだね、俺のセミみたいなもんです、僕は、うん、セミみたいなもんよ。やばい、ちょっと電話してこいやったら終わりは、じゃあずっと続くと思うなよ、うん、まあこれからもよろしく。うわーい、こういうね、ごめん、普通に人間いたわ、普通 に人間いたわ。普通に横人間通ってったわ。こういうのもあるからね、やっぱ僕あの一人迷惑かけるのはね NG というかね、外でさ、ね、あのゴミみたいな踊りしたり規制上げるのだってさ迷惑じゃん。何あのきっしょいのってなるじゃん。ちょっとあのごめん不完全燃焼だからもうちょい喋るけどね、そう、あのなんかさ、これだけ伝えたかったんだけどさ、なんか俺気功をする人だとさ、なんか思い込んでるキッズ多分多いと思うんだよ。捨てハゲといえばこれだよみたいな、なんかそういうなんかイメージ持ってる人多いと思うんだけど、あのね、俺別に気功オンリーのね、選手じゃないんだよね。てかなんなら初期の頃とか全くそういうね、外でね意味わからんこととかね、したことなかったのよ。なんか千代大学時代に2019年くらいかな、まあ、なんか定額になるか留年するかみたいなやってた頃に、もうなんかそのストレスでおかしくなって気候に走りましたみたいな、そういう茶番をねポンって出してみたいなの、ちょっと。そしたらなんか思いのほか受けて、なんか何これ、何キッズ嬉しいの、これ楽しいのって思って、まあなんかやり始めたっていうだけであって、別にね僕気候の人じゃないんだよ、本当に。てかな、俺はフリースタイル YouTuber だから、なんか特にこれっていうねジャンルを定めてないのね。何でもやりますよっていう、捨てハゲっていうね男の生き様を見せるチャンネルだから、別に気候オンリーじゃないのよ。だからなんかね、まあしょうがないわ、それはつまんないからね。最近何もね、働いてもない、大学にもいないね、無職のねニートですから私ね、そんなやつはね、体張ってね、タコ踊りするしかないってのは分かりますよ。ただ覚えておいてほしいのは、別に僕気候で有名になったわけじゃないからね。有名でもないけど、なんつうの、元はなんつうの、くっさいね学歴系のネタ扱ったりね、まあ、大学とバトルしたりとかね、まああとはなんだろう、まあなんかこれなんか外でね変なことするのはね、別にあれなんですよ、結構レアというか、ね、別に代表作じゃないからさ、なんかそこら辺ちょっと困るね、勘違いされると、それだけはちょっと伝えたかったかな。俺は別に気候しかやらないわけじゃないからね。最近もうもう打つ手がなくなってね、手札がなくなってもうねどうしようもないから、ちょっと頑張ってね尺稼ぎにやってんだけど、ね、そこら辺よろしくね、ということで、いや厳しいよ YouTube ってのは、ね、俺だってね恥ずかしいんだよ、俺だって人間だからね、嫌なんだぜ外で動画撮んの。でもやっぱさ、NHK の歌のお兄さんとか体操のお兄さんみたいなもんだよ、実際恥ずかしいと思うぜ、あんなねやっぱ子供相手にさ、やっぱ恥ずかしさってあると思うけど、そういうことやね、子供たちのためにねピエロ演じて楽しませなきゃ、ということで引き続きね登録者とかどうでもいいんだけど、再生回数が取れてれば登録者なんてね、0人でいいんだけどね、0人だと収益化できないから、まあ、1000人でいいんですけど、まあ、引き続き登録者ね、まあ、22万人23万人と、やっていきましょうか。なんだ、俺の顔見てなんかあいつ引き返してったぞ、なんだあいつ、俺の面見た瞬間なんだ、尊厳がね損なわれるね、やっぱりね外で動画撮ってると。ということでまた、ね、夏はね外で結構撮れ、僕結構外での嫌いじゃないし、
暑いの結構好きなんで、冬はもうあの引きこもるけど、また動画撮るんで、なんかこういうことやってくださいとかいうね、キッズの子たちいたらコメントよろしくで、ね。